えー、それではただいまより韓日本国内閣総理大臣による APEC 首脳会議の議長記者会見を行います冒頭韓総理の発言がありその後質疑応答を行いますそれでは総理お願いいたしますまず国民の皆様に横浜で,で行われ私が議長を務めました APEC 首脳会議が大きな成果を得て成功裏に 終了ししたたことをお知らせをいたします APEC はアメリカカナダあるいはチリペルーという太平洋の東側の国々と ASEAN 中国韓国日本といった太平洋の西側にあるアジアつまりはアジア太平洋の地域の21の国と地方からなる経済を中心とした 協議体であります、えー、全体として、えー、GDP の約世界の5割を占め人口の約4割を占めておりますそして今この APEC のこの地域が世界の成長センターとして、えー、世界経済を牽引していると言っても決して言い過ぎではありません。えー、今回の会合で 採択をされました横浜ビジョンこれはこの地域の成長をさらに持続可能なものとして推し、えー、進めそして世界経済に対しても牽引力牽引の力を発揮していくという方向で、えー、そのためにいくつかのことを合意をいたしました。えー、その大きな一つが 全体でアジア太平洋自由貿易圏 FTARP を2020年に向けて構築していくということでありますいろいろな横文字が並びますけれども APEC が全加入しているエコノミーという国地方が目指す方向としてはこの FTARP と言われるこの地域全体での経済連携でありますその場合に F タープに向かう道はいろいろとあります二国間の FTA あるいは EPA といったものの積み重ねあるいは他国間におけるアセアンプラス3アセアンプラス6あるいは TPP という そういったあ複数の国による協議いろいろな道筋はありますけれどもいずれにしても最終的にアジア太平洋全体における自由貿易圏を目指すそういういくつかの道筋についてそれぞれ積極的に進めていこうというこれが横浜ビジョンのまず大きな方向性 ででの合意でありますそして我が国においてはこの APEC の開催を前にして、えー、包括的経済連携に関する基本方針というものを閣議決定を既にいたしております、えー。つまりは日本の今弱くなっている農業を活性化する。 そのことと同時に他の国々に対してやや立ち遅れてきたこの経済連携自由化の一層の促進をまさに新しい平成の開国という形で推し進める農業の再生と開国の両立をこの基本方針で明確にしたところであります。そういった中で 大変実り多くのことをこの横浜ビジョンに盛り込み来年はアメリカ、オバマ大統領がハワイのホノルルで次回の APEC を主催されることになりますけれどもそれに向けて着実な実現を図っていきたいとこのように考えております。またこの APEC の機関の中で、えー、いくつかの国と首脳会談を行いましたアメリカ、中国、ロシアそして韓国、カナダまだこの後もいくつかの国と2国間の首脳会談を行うことにいたしておりますそれぞれ意義深い会談でありました。アメリカとは 日米同盟関係をさらに進化していこうという点で合意し中国とは戦略的互恵関係の発展について合意しロシアとは領土問題の解決と経済協力について2つのフィールドで話し合おうということで合意をしそれぞれ前進することができたとこのように思っております。今 我が国はアジアの中でもかつてのように圧倒的な経済力を持つ一つの国という立場から今や多くの国々がかつての日本の高度成長のときと同じような勢いであるいはそれを凌駕するような勢いで発展をしてきているわけであります。そういった意味で 我が国がこれからこの地域において世界の中で活力を持った国として行動し生き抜いていくためにはまさにアジアそして太平洋のこの地域と経済的にもしっかりと結び合って共に成長しそして共に 発展していく関係を作っていかなければなりません多くの国の国は若い人口構成を持ちしかし一方では資金の不足あるいはインフラの不足などにまだまだいろいろな経済開発が難航しております逆に我が国は高齢化が進んでおりますが一方では高い技術力さらには多くの 資金的な蓄積も持っているところであります、えー、そういった意味で我が国とアジアの国々さらにはアメリカ太平洋を挟むう南米やカナダといった国々との連携はまさに日本がこの平成の時代に、えー、改めて開革する150年前明治の明治維新が始まった頃に 開国に舵を切って、そして開かれた港がこの横浜であることを考えますと、この横浜における APEC は、APEC の歴史としても大きな1ページになると同時に、我が国の歴史においても大きな新しい1ページになると、このことを私は確信し、ぜひ国民の皆様には、いろいろな問題点があることはもちろんでありますけれども、そういう問題点を 超えていくという、そういう勇気と力をともに振り絞って、新しい日本をつくっていく、そのことで、皆さんのご理解とご支援を改めてお願いして、冒頭の私からのお話とさせていただきまますありがとうございいししたた、えー、それでは質問をお受けいたします。 えー、指名された方はスタンドマイクの前に進み出てまず所属と名前をおっしゃってから質問を行ってください、えー、それではまず日本のプレスの方から質問をお受けいたしますどうぞ挙手をお願いいたします、えー、っとそれでは西岡さん、えー、毎日新聞の西岡です、えー、今回の、えー、APEC 首脳会議の成果についてお尋ねします は今回の首脳会談では FTAB の実現に向け先ほど総理が言及された通りに TPP、ASEAN プラス3、ASEAN プラス6という3つの基礎を発展させると盛り込まれました今会議は地域統合の実現に向けてどのような成果と意義が あったののか総理のご所見をお願いしますまた TPP 参加国の首脳会議がありまして総理はオブザーバーとして参加されましたそこで総理はどのような立場を表明され各国からは日本に対しどのような要望があったのか具体的にやり取りを教えてくださいまず地域統合を含む議論でありますけれども全体として非常に 前向きな意見が大部分でありまもともと APEC はボゴール目標という形で2020年までに先進国は貿易の自由化を徹底的に進めると2020年までには他の3加国もそうしたことを実現するというそういった目標を持って進んできたわけでありますが2010年までに 目標としていたことについては十分にそうしたことが進んできたという評価で一致をいたしましたその中でさらにその地域的な統合をいかにして進めるかこのことでそれぞれの議論をいたしたわけでありますが個々の問題ではもちろんそれぞれの国の立場はありますけれども すべ、えー、ての国がそうした地域的な経済統合、場合によっては WTO ・ドーハランドという世界的な経済の連携をも含めて、えー、積極的に進めていかなければならないというその認識、えー、において一致、えー、をした、えー、このこと自体、私は大きな前進であるとこのように思っております。えー、それには、まあ、一つはつ 我が国が農業の再生と開国という基本方針を定めてこの APEC に対して望みそしてそのことを日本が表明したことが他の国にとっても大変いい意味での刺激になったとこんな言葉も多くのメンバーからいただきました。また TPP の現在参加を 表明している9カ国の首脳会議がこの APEC の期間に行われたわけであります日本はまだ参加を表明しているわけではありませんけれども APEC の議長国という立場でオブザーバーとして参加をしてほしいという要請をいただきましたその中では現在は国が進めている ま,あこれはまさに APEC の歩調と揃うわけでありますがいろいろな2国間の協議は推し進めていくさらにまだそうした形が取れていないところの2国間のいろいろな協力協議にも積極的に参加するとそして TPP についてはいろいろな情報を得ることが必要でありますので 関係国との協議を開始するその姿勢を明確にしたところであります TPP の多くの国からはぜひ、えー、参加をするということをできるだけ、えー、早い機会に、えー、決めることを誘われました、えー、つまりは9カ国にとってはこの TPP は、まあ、ある意味での より経済の自由化を進めていくという意味での大きな旗印になってきているという感じがいたしましたそういう中で私としては日本の立場まだ参加不参加は決める段階に来ていないけれども積極的にこの9カ国の皆さんとも協議をしてその中で 二国間あるいは TPP 以外の形の多国間も含めて貿易の自由化を目指すという方向は一貫しているということを申し上げたところでありますそれでは次に外国プレスの方からご質問を受けます必要に応じて同時通訳のイヤホンをご使用くださいそれでは挙手をお願いいたしますどうぞそちらの方 Mr. Prime Minister, my name is Larsing Gleisen, German Press Agency DPA. Um, considering it's a kind of follow up to the uh, question my colleague uh, from the Japanese side just asked. Um, considering that China prefers the ASEAN plus uh, three framework as a core for the envisioned uh, FTAAP, how do you personally see the chances that Japan will eventually join the US backed TPP framework and that the TPP would be eventually the stepping stone for the uh, FTA ・ a 今、すでに申し上げましたように、今の日本の立場というのは、いろいろな国とも成立した EPA もありますし、今、協議を進めている FTA ・ EPA もあります。それらはより積極的にやっていくという基本的立場と、TPP については、先ほど来申し上げてますように、 情報収集も含めてですね。関係国との協議を開始すると。そういう立場であります。えー、まあ必ずしもですね。ええアセアンプラススが中国が。この。中心で。T. P. P. はアメリカが中心と。そういうふうに色分けして、は見ておりません。ええー。アセアンプラススにも。我が国はもちろん。そのプラススの中にあるわけですし。あるいはアセアンプラスシ という中にももちろんあるわけでありますのでそうした多国間の努力というものも並行して進めていくその中から FTAP という APEC 全体をこの包含するそういう自由貿易圏が次第に形作られていくとこのように考えまたこのように期待をいたしているところです。 えー、それでは再び日本のプレスの方から質問をお受けいたしますどうぞ。えっ、ー、とそれでは野口さんどうぞ日本テレビの野口です日中日露関係についてお伺いいたしますまず今回行われました日中首脳会談で総理は尖閣での漁船衝突事件につきまして日本の確固たる立場を伝えたということですが この確固たる立場の意味するところ尖閣は日本固有の領土という思いはその中に込めたんでしょうかまたその確固たる立場を示したことで中国は同種の事案の再発防止に努めると考えますでしょうかまた日露首脳,会談首脳会談によりまして日本とロシアが抱える領土問題の解決に向けて成果は今回得られたでしょうか 今後、経済協力だけが進んで、領土交渉は止まったままということになる懸念はないでしょうか、お願いしますまず、日中の首脳会談は、尖閣列島は我が国固有の領土であって、この地域に領土問題は存在しないという、基本的な立場を明確に伝えたところであります。 えー、その上で、まあ、再発防止についてのご質問をいただきましたが、まあ、今回はあまさに首脳会談でありまして、えー、基本的に、えー、まずは認識を述べ合い、そして、えー、戦略的互恵関係を改めて、えー、進めていくことを確認する基本的にはそういう,う、まあ、ある意味での大きな 方向性を改めて私の就任時の6月に戻すというそういうことを実現することができたとこのように考えておりますまあ日露の首脳会談ではメドベージェフ大統領がクナシリを訪問されたことについて抗議の意を明確に伝えました えー、その上で、えー、この間、領土問題はご承知のように、えー、これが解決をしないために今でも日ソ、今は日露ですね日露間に平和条約が結べておりません、まあ、そういった意味で、えー、領土問題についてもさらに話し合っていこうと、同時に、えー、現在、えー、ロシアは全体として東の方 太平洋の方にいろいろな可能性を求めていると認識をしております、そういった意味で、我が国にとっては、天然ガス等の資源の問題もあり、経済問題でもしっかりと話し合っていこうと、でこの2つのことは、もちろん性格は異なりますけれども、 やはり2つの国が経済的にも協力関係が深まる中で、領土問題においてもいい影響が出てくるそういうことは十分ありうるわけでありますから、その2つの場を積極的に作り、そして話し合いを進めていきたい、このように考えております。 再び外国プレスの方から、質問をお受けいたします。どうぞ、そちらの方。 Uh, I'd like to follow up on the China issue, but uh, relations with China, but broaden the question a bit. Uh, obviously, uh, relations with China have been seriously strained, uh, beginning most recently with the uh, incident in the East China Sea. But uh, you were able to meet Chinese President Hu Jintao, but I don't think anybody thinks that 22 minutes uh, can overcome all the problems. So. Uh, how do you really think that Japan and China can overcome uh, these deep seated problems? And what is the risk, both economically and in security terms, if uh, you can't overcome the problems, particularly the risk for the Asian Pacific region? And in uh, relationship to that, I'd just like to ask um, China has said it would address the matter of export restrictions. まず尖閣諸島の地域には領土問題は存在しないというのが、あ我くわのお立場であることは何度も申し上げました。 まあそう,い,う意味で、えー、いろいろな国の例、えー、他国の例を見てもそれぞれの国と国が接する地域ではいろいろな問題が今なお多く残っておりますしかし、えー、そういった問題が残っているからその両国は経済的あるいは文化的あるいは人的交流が途絶えているかといえば決してそうではありません。 先日もインドの新首相ともいろいろお話をしましたがインドと中国は今大変経済的な関係を深めておりますけれどもいろいろな問題も残っているけれども同時並行的に進めるべきことは進めているとこういう国と国との関係はこれもまた多く存在しております。日本と中中国国のの問題も、中国の間もも、間これまでも 我が国が戦後において ODA やいろいろな形で協力をしてきたことも中国の発展の大きな力となったことは中国の皆さんも落ち着いた話の中ではそうした見方で感謝の言葉を述べられる方もあるわけであります。そういった意味で間の問題は いろいろな問題があろうとも、それを乗り越えて、えー、しっかりした関係を結んでいくというのが、まさに戦略的互恵関係の持つ大きな意味だと思っておりますので、そういう立場で、えー、日中関係のさらなる発展を期していきたいと、このように思っております。えーまあ、レアアースに関しては、 これは関係大臣がいろいろ努力をされておりますけれども、中国側の対応、決してそれを何かの手段として使うつもりではないんだという趣旨のことも言われているようでありますので、今後の対応を見極めた上えで、この問題にも冷静に対処していきたいと思っております。 再び日本のプレスの方から質問をお受けいたしますじゃあ竹内さんどうぞ中日新聞の竹内でございます日米関係それから同盟の進化についてお尋ねしますあの総理は昨日のオバマ大統領との会談で来週の訪米を来春調整されましてこれに応じる考えを示されたと承知していますはい 来週の訪米時に仮にその同盟・進化の共同声明というのを取りまとめるということだとすれば、現在、懸案になっている普天間飛行場の移設問題についても、それまでに一定の前進が求められるのではないかと思います。同盟・進化の声明取りまとめに向けて、今後、普天間問題も含めて、どのように取り組まれていくお考えか、お聞かせください。まず私が総理に就任する、 ほんのののの少しし前5月日日に畑山総理の下で日米の合意がなされました私はもちろんその時点でも副総理という立場で責任のを分かち合う立場にあったこともありますけれどもまず私が政権を担うことになった時に多少ぎくしゃくしていると言われてきた日米関係を しっかりとした日米関係にまず立て直すことが必要だと、こういう立場からいくつかの努力をいたしました、その中で第一には日米同盟というものを日本外交の基軸に据えるという、その基本方針にはいささかの変わりもないと、また5月28日の日米合意もそれをしっかり踏まえて、 同時に沖縄の皆さんの負担軽減ということにも努力するまあこういったところから日米関係が次第に従来のような安定した形に戻って今日に至っていると思っております同時に沖縄の問題について私ももっと足を運びたいとも思ったわけですけれどもまずは党内の中でも 沖縄の仲間の皆さんとのいろいろな関係があるということでしばらくはそういったことは党の方で対応するので、まあ、総理の行動は少しそういうものを踏まえてからにしてほしいというそういう要請がありまた同時にいくつかの選挙、まあ、現在も知事選が行われておりますけれどもそういう選挙がありましたので私自身が足を運ぶことは 就任直後の戦争の慰霊の日に出かけたところでその後の動きは東京におけるいろいろな会議などを通して進めてまいりました、まあ、今回の日米の首脳会談でも、まあ、そうしたことは細々とは申し上げませんでしたけれども そういう中で、今月来週には沖縄の選挙、知事選も一つの結論を得るわけであります、そういう中で私として改めて沖縄の皆さんに私の思いをしっかりと伝える、そういう機会を積極的に作っていきたい。またオバマ大統領に対しては あ大変沖縄の皆さんの5月28日の日米合意に対する見方は厳しいけれども私としては全力を挙げてこの問題に取り組んでいくとこういうことを申し上げましたそういった意味ではかつてもう今から言えば14年前になりますけれども普天間基地の危険性を除去するというところで えー、橋本政権、えー、確かクリントン政権でしたか、えー、で始まったこの問題、な、え、ん、ー、とかあ前進をさせていきたい、えー、このように考えております、えー、予定の時間が迫ってまいりました、それでは最後の質問ということで、外国プレスの方からお受けいたします、どうぞどうぞ。 Anthony Rowley, Singapore Business Times. Um, Prime Minister, you have promised to open up Japan again, including its um, protected agricultural sector, and to do this in a relatively short space of time. My question is with respect, do you think perhaps you're not raising um, uh, unrealistic expectations among your partners, um, trading partners, uh, especially with regard to agriculture, given the very strong opposition? Among Japanese farmers to the TPP. And if you are able to liberalize the agricultural sector, can you be sure that um, Japan, Japan will, become comp will get compensating benefits uh, in its exports of manufacturers to other trading partners? ある部分では大変力強いものを持っております今回の APEC でも日本の料理については大変高い評価をいただいておりますそういう意味では有機栽培の野菜とかですねあるいはいろいろな見事に育ったイチゴとかですね果物類あるいは 花などもですね、非常に力強いそうした分野の成長があります。同時に農業は一次産業というふうに言われておりますが、本来は農業で生まれたものをいろいろな形で加工する二次産業、そしてそれをおレストランなどでみんなのある意味での。 喜びを持って迎えられるようなそういう三次産業こういった形で、えー、それらの付加価値を生産者も正当に分かち合うことができればあるいは生産者自身がそういった二次産業三次産業にも関わるというそういう形が取れれば私はあ日本農業の再生の一つの道筋が見えてくると思っております。と同時に 現在農業に従事しておられる皆さんの平均年齢は65.8歳約66歳になろうといたしておりますなぜこういう状態が続くのか若い人が農業をみんな嫌っているのか私はそうではないと思うんですつまり農業がやりたいあるいは農業ならやってみてもいいそういう思いを持っている若い人はたくさんおられると思うんです しかし残念ながら日本では農業をやっていなければ農地を買うことができないという農地法がその後いくつか修正はされましたけれども現在も基本的には残っておりますつまりは都会になりたいとかあるいは大工さんになりたいというときにはもちろんそれなりのトレーニングが必要ですがそうした障壁はないわけですけれども 農業に関して言えばこれは戦後の工作制度をなくするときにまた力のある人がたくさんの土地を買い占めて大事主になって工作制度が復活するそれを防ぐためということで基本的に自作農を守るという立場で作られた農地法がその後の時代の変化の中で若い人が あるいはいろいろな、まあ、現在でも農業法人は認められておりますけれども一般法人が農業に乗り出すといったことにかなり制約になっておりますそういった意味で私は若い人がそれこそベンチャー企業のようなあ起業家精神を持った人が日本の優れた農業の技術を しっかりと持ってそして先ほど申し上げたように二次産業三次産業も含めた形で展望してもらえる形を取れれば日本の農業の再生は可能だと考えておりますもちろん改革にはいろいろな痛みを伴う場面もありますけれどもまず農業改革の方から具体的な作業を始めたいということですでに農業の 改革本部も早急に立ち上げられるように加納農林大臣あるいは現場担当大臣に指示をいたしているところでありまして何としてもこの農業の改革と活性化のための改革と日本の貿易やあるいは人物・金の動きをもっともっと自由にしていく開国を両立させるため えまあ内閣一丸となってえその道に向かってえ頑張りたいと考えておりますえそれでは以上をもちまして菅総理の議長記者会見を終了いたしますどうもご協力ありがとうございましたどうもありがとうございました